今回の演目は江戸時代の仙台藩伊達家のお家騒動である伊達騒動をもとに作られた名作名木仙台萩を手がかりに海老蔵城が新たな息吹を吹き込んだ見ます仙台萩をお送りいたします。前半に出てくる我が子を犠牲にして忠義を尽くす乳母正岡はとても難しい役どころ。目の前で我が子を殺されても平然としていなければいけない場面は見ている方も心が痛くなります。複雑な心理描写を海老蔵城がどのように演じるかご注目ください。その後の床下の場では男の助の勇壮な荒事の後に日記男女への早変わりは息つく間もないので見逃さないように気をつけてください。後半は悪事を働く日記男女を海老蔵城演じる細川勝元が追い詰め勝利に導く様はとても爽快。裁きを下された日記男女は改心を装って渡辺劇左衛門を指しますが周りの援護によりついに男女は倒されます。古典への誘いは、この公演で10年目を迎えます。10年でたくさんの作品を皆様にご披露してまいりましたがここまで大掛かりな演目は初めてです。目まぐるしく展開する場面はどれも見どころばかりでこの動画だけでは伝えきれません。ぜひ劇場にお越しいただき新しい古典への誘いを体感していただきたいと思います。